それが時間になりましたので、えー、これから山形県、山、え、形、ー、県職員公務研究セミナー建築職の説明を始めさせていただきます。えー、本日説明を務めさせていただく、県土整備部建築住宅課の坂井と申します。よろしくお願いします。同じく説明させていただきます、えー。県土整備部建築住宅課の鈴木と申します。よろしくお願いします。 それでは早速ですが、説明を始めさせていただきます。では、まず、えめてですが、自己紹介です。ええー、県立西部建築住宅課の坂井です。ええー、入庁後の経歴ですが、えー。令和二年に、ええー、入庁いたしまして、県の出先機関である村山総合市長の。建設部、建築課の営繕担当を行っていました。 永全担当というのが、県有施設の工事などを行う担当となっています。こちらで2年、えー、担当した後令和4年に、えー、今の県土整備部建築住宅課の建築行政を担当しておりますで今は4年目になります。 でえー、ちょっと個人的な話ですけども趣味が読書ランニングサイクリング映画鑑賞などでして基本的にあのコンビニなら土日祝日は休みになります。年休の他にも育児休暇ですとか、えー、介護休暇など特別休暇もありますので福利厚生はと思いますし、まあ、ライフワークライフバランスは取りやすい環境だと思います。 建築住宅家の主な仕事の紹介ということで、まずはじめになんですが、えー、県営施設の工事や維持管理について行っています。えー、設計委託や工事の発注、監督ということで、まあ、新築と改修、工事がありまして、まあ、改修工事の方が最近ですと多いんですけども、えー、基本的な流れはまず、えー、設計、工事、えー、設計についてを委託して、えー、その成果品を受け取って、 その内容をチェックして、えー、その成果品を持って工事を発注します。その後に工事を発注したもので、えー、工事の監督を行います。で最近、買収の工事が多い、先ほど言ったんですけども、新地工事も行っておりまして、まあ、例としてはこの写真にありますとおり、まあやえー、山銀ホールを行っています。 そのほかには学校や庁舎などの、えー、県有施設の点検を行っておりまして、建築物ですと3年に1回、えー、建築設備ですと年に1回の点検を行っています。す建築物の災害にに関することについてです。 地震ですとか土砂災害の災害への対応ということで、今年の年始にも地震がありましたが、大きな地震があった場合は、応急危険度判定という業務を行います。この応急危険度判定というのはです、ね、その建築物が安全にまだ使えるものであるのか、入ると危険なのかを1件ずつ確認する業務になります。この写真もその応急危険度判定を行っている業務の写真になります。 県内だけではなく他県から要請があった場合にも、えー、実際に他県に行って判定を行うこともあります。えー、その他には防災に関することということで、えー、防災週間という期間があるんですけども、えー、こちらの期間中に、えー、パトロールなどを実施したりしています。その他には建築基準法に関する業務についてということで、えー、建築基準法では工事の,の着工前ですとか、えー 工事が完了した時に、えー、建築基準法の基準に合っているかどうかというのを確認したいしています。ダースの他にも許認可関係がありますので、そちらの審査業務も行っています。続いて、県営住宅に関することです。県、えー、営住宅というのは、住宅のセーフティーネットの役割を担っているものでして、 県でで建設維持管理を行っている住宅ですまた住まいの補助金に関することも行っておりまして特に県では高断熱、高機密の住宅の建設への補助金ですとかリフォーム工事費への補助金を行っています。 こから私の担当している業務ですけども、主に2つありまして、建築基準法に関する業務と、建築物の省エネ関係に関する業務を行っています。建築基準法に関する業務では、えー、法令の取り扱いなどの質問が、えー、先ほどの、えー、総合市長や、えー、他の市町村とかから、えー、質問があったりしますので、そちらに対する回答の作成ですとか、えー 国土交通省ですとか、あと他の市町村、他の都道府県か,から調査の依頼がありますので、そちらの回答の作成などを行っています。また違反建築物ということで、違反建築物防止週間という期間があるんですけども、その際にパトロールなどを行って、その指導なども行っています。建築物の省エネ関係に関する業務についてですけども、 こちら建築物省エネ法というものですとか、長期有料住宅法という認定業務などがあるんですけども、そちらに関する業務を行っていたり、建築物省エネ法ですと、適合しなければいけない省エネ基準というのがあるんですが、そちらの基準に関わることを行っています。 山形省エネ健康住宅というのは、山形県が独自で行っている認定制度になっておりまして、その定義が最も寒い時期で室温が10度を下回らない断熱性能と断熱性能を維持するための機密性能を有する住宅になっています。住宅内のヒートショックという 温度差により血圧の急激な変動をすることで起こる循環器の疾患なんですけれども、このヒートショックによる死亡者数が年間200名と推定されていまして、これが山田県内の交通事故死の4倍以上ということを背景に、県民の健康寿命を延ばすことと、あと省エネ住宅による環境負荷の低減を目的に行っている制度になります。 が私のある一日のスケジュールなんですけども、この日は会議のあるスケジュールとなっています。まず8時半に業務が開始されまして、メールの確認ですとか、国土交通省などで報道発表がありますので、そのプレスリリースなどの確認を行います。で9時から会議室の準備を行いまして、10時に会議が開始されます。12時から1時までがお昼休憩。 ええに入りまして一時から一時から三時半まで会議を行いますでええ三時五十分から会議の議事録を作成しましてええ四時五十分に棄案文書の作成してええ五時十五分に業務を終了いたします。私の印象に残っている業務ですけどもええ最初に入庁した時の村山総合所長の 担当のものももですけど工事を進めていく中で、例えば軽微な工事などを施設の人が行っていて、図面にないものが問題になったときですとか、そういう場合に施設のスケジュールですとか、予算を考慮しながら業者さんと打ち合わせを行って工事を完成したときですとか、あとこの自分が携わった建築物などを 実際に県民の方が利用しているときを見たときですね、そういうときにこうやりがいを感じました。県職員の魅力は、多くの方が利用する県営施設の設計、工事に携わることですとか、あと県民の方への支援を広く行うことができることだと考えています。より良い県を築いていくために、ぜひ一緒に働いてみませんか。 次に、えっと、私、鈴木の方から、えっと、自己紹介からさせていただきます。えっと、県土整備部建築住宅課の鈴木です。えっと、入庁が平成29年で、えっと、最初、置玉総合市長、米沢の置玉総合市長の建築家の審査指導担当をしておりました。 そこで3年間、えーと、建築の図面の確認申請、えーと、建築基準法に適合しているかどうかの確認申請を行っておりました。で令和2年から、県庁、今の県庁建築住宅課の安心居住推進担当に移動してきまして、えー、と4年目になります。 私の担当している業務としましては、えっと、県営住宅の管理に関することです。県営住宅とは、さまざまな理由により、民間賃貸住宅を借りることが難しい方など、住宅に困っている方に対して、良質な住宅を低い家賃で、えー、提供することを目的として、県が建設・管理している賃貸住宅のことです。 業務の内容としましては、主な業務が、えー、入居希望者や入居者の方の声に対応、えー、すること,と、経営住宅条例ですとか規則の改正に関すること、えー、PFI 事業といってと民間と,、えー、と官民連携の,あの <laughs> 民間の業者さんと一緒に、えー、と建物を建てて、えーと、維持管理まで一緒にするような、えー、と制度があるんですが、その PFI 事業で建てたこう経営住宅が、えー、と県内に 3, 3つありますので、えー、PFI 事業に関することも担当しております。あと、経営住宅のっ、えー、と保険の方に入ってますので、その保険に関する業務も行っております。 にえっと、やりがいですが、住まいに困るということは、本人にとってとても深刻な問題です。住まいを提供することで、県民の方の居住の安定を支えることや、えっと、入居希望者や入居者から感謝されることが、えっと、やりがいにつながっています。えっと、また、えっとまあ、今回、えー、1月1日、能登半島地震 あったと思うんですけどもあの災害とか、えー、地震とか、えー、洪水ですとか台風などで住宅なくなったりとか、えー、と住む場所に困っているような人へ、えー、のこうごえごえ住宅の提供という住宅の提供災害時の提供という役割も担っています。 職員の仕事で私のある一日の業務の流れになります。8時半に業務が開始しまして、メール確認などを行います。いろんな事業者さんと関係、連携して管理してますので、支払いに関する業務を8時50分から。 行ってます。と市町村から、えー、質問とか調査依頼来,来たりしますのでとその回答を、えー、対応してますと、えー国あ他の県。他の県からも全国的な調査が来ますのでその山形県の回答作成。と 住宅は今、えっと、住宅供給公社さんの方に管理代行として、えっと、入居者さんの管理に関することを、えー、委託していますので管理代行者と打ち合わせを行っています。12時から1時にかけてお昼休憩を挟みまして1時から、えー、入居者さんと合わせがあって、えー、対応しますで。議事録を作成して、 来客の方、来客対応、すみません。来客対応しまして、えっとえー、3時20分ご、えー、市町村への通知等を作成します,しますで。5時15分に業務を終了します。私の、えーまあ、ライフ ワークライフバランスということで、私の趣味が、えー、旅行、映画鑑賞、音楽鑑賞、ジムなどです。と連休には、えー、旅行に行って、平日の夜や休日に、えー、と体を動かすためにジムに通っていますと。仕事とプライベートを両立できる職場だと思います。 受験生、受験される方にメッセージということで、と建築職の中でも、さまざまないろんな業務があります。私が今担当している県営住宅の管理もそうですが、県、え、営、っと、施設の設計ですと、設計や建設、空き家の利活用などに関する政策などなど、えー、私もまだ経験してない業務がたくさんあります。 やったことがない業務も、えっと、いろんな経験ができるのも県の建築職の特徴だと思います。えっと、ぜひ山形県職員として働くことを考えてみてください。では以上で、えーえー、共有を決めま 以上で建築職の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。